プレミアリーグ第8節が19日に行われ、トッテナムとウェストハムが対戦した。共にロンドンを拠点とする勝ち点10の9位トッテナムと勝ち点8の12位ウェストハムが激突。トッテナムではキャプテンのソン・フンミンが負傷から復帰しジェームズ・マリソンやデヤンクルゼフ・スキラと共に先発入りを果たした。ゴール動画、ソン・フンミン。 プレミア歴代得点ランク19位タイの通算123ゴール目序盤からお互いに決定機を作り出す中中19分にウェストハムが先制する右サイドでルーズボールを拾ったジャロッド・ボーエンが右サイドをえぐりグラウンダークロスを供給ファーのモハメド・クドゥスが合わせて押し込んだ追いかける展開となって押し込むトッテナムは36分に試合を振り出しに戻す 自陣でのボールダッシュからカウンターを展開、マディソンがファイナルサードまでボールを運んでペナルティエリア右のクルゼフスキに展開する。クルゼフスキはカットインから左足を振り抜いてニアのゴール右下を狙い、ボールは右と左のポストを叩いてゴールに吸い込まれた。同点で折り返すと、52分にトッテナムが逆転に成功する。 ソンのスルーパスからデスティニー・ウドギーがペナルティエリア左のポケットに侵入しグラウンダーで折り返す2列目から飛び込んだイブ・ビスマが合わせて流し込んださらに55分トッテナムがあっという間にリードを広げるピッチ中央でウェストハムの攻撃を止めソンが右のクルゼフスキに展開するクルゼフスキがペナルティエリアに差し掛かったところで右から追い越したソンへパス ソンが左足で放ったシュートは相手ゴールキーパーアルフォンソアレオラに防がれたもののこぼれ球が相手 DF ジャンクレールとディボに当たって再び飛べ。